はい、ということで今日はサンリオピューロランドのお化けのゾンビ屋敷、お化け屋敷に来ております。怖い。お、あった。お、それか。15です。見つけました。いらねえよ。あ、ありました。0、1、0、3が2つある。0、3、0、1、 OK、 足して4ってことですね。クリアコードは4でした。はい、ということで最後のアトラクションになります。こちら最後はあちらのアトラクションに乗りつつキーコード、それを見つけるということなんですね。さあ最後にふさわしいアトラクションです。早速乗っていきましょう。わかりました。さあ、ということで、ロケスタートしました。リアクション映る？カメラのライト。おおおおおお、え、これ、こういう、おお、結構旅って思ってる。本来どんくらい明るいのか。おおお、本当ディズニーのあれですね、スプラッシュマウンテンっぽい感じ。お、見つけた。06。あ、わかりやすい。お、一つ目06。わかりやすい。お、一つ目06。ちょっと信じよう。一つ目だと信じたいよ。おい。おお、出た。わあ、十一。二つ目11。さっきなんだっけ。6。あ、17。今の。ゾンビも出てこないし。はい、ということで全てのアトラクションを回り終えました。はい、すっごい難しかったんですよ。そう、難しい、ね、ゾンビも本気で取りに来るし、あの最後のアトラクションなんてリアルに答え分からなかったですよね。まあ次回やったらね、またリベンジといきましょう。はい、ということでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。化石もなんかデタラメ美術館っていう、あ、そう、 YouTube チャンネル、デタラメね、デタラメで、こっちでも上げてるんでね、はい、他の皆さんぜひチェックしてみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。